はい、来週はこれを変えたコーナーですが、先に雇用統計だけお伝えしておきましょう。非農業部門雇用者数がプラス22万5000人ですね。予想が16万5000人だったのでかなり良かったです。で、平均時給がプラス 3.1%、 予想 3.0% のプラスでした。で、前月比はプラス 0.1% かあります、ね、失業率は 3.6%、 予想が 3.5% なのでちょっと悪い、 0.1 ポイント悪いという感じですかね、というところでした。10日週明け月曜日ですね、1月の景況か景気ウォッチャー調査が14時発表です。海外や中国の1月生産者物価指数と消費者物価指数が10時半発表、決算発表大詰めですかね、もちもちね。三菱地所、東レ、日清食品、博報堂、リンテック、でトラスコ中山、トラスコ中山、こういう表記になったんですか、石油資源開発、ショーボンド、熊谷組、大気社、森永製菓、ユーグレナ、ミラカ、ユーグレナとかね、今話題のところ、どうでしょう、ミラカ、太鼓薬品、SK 加減、SK 加減、新幹線で名古屋から東京出てくる、出てすぐぐらいに左側にありますよね。ISID。ISID ですね、明日。いや、月曜日はね。電通国際情報サービス。で、デジタルガレージ、日明日、これなんだ。アームかな、これ。で、ハーモニックドライブシステムズ、クリタ工業、平和、星崎電機かな。日東工業かな、これは。浜松ホトニクス、三井&S、VTEC、ヤオコ、アイフル、JR 九州、サンドラック、東急不動産、イーダ。あと、小型、注目したいところですね。まあ、メディカルデータビジュアルですけど、本決算だから怖いなっていう。デジタルガレージ。なもん。パピーです。いや、あんまないな。あんまない。まあ、ちょっと ISID で行きましょう。11日お休みですね、国内建国記念日です。海外、パウエルさんが議会証券があります。下院の議会証券。そしてアメリカ大統領選挙の予備選、ニューハンプシャー州がありますね。です。12日、国内1月マネーストックが8時50分、工作機械受注が15時発表です。アメリカ1月の財政収支が朝4時発表、シスコシステムズ、アプライドマテリアルズの決算発表あります。半導体のところとか注目ですね。で、国内決算発表、ソフトバンクグループの方か。はい。いいのか。グループ決算、そうですね。グループが決算プレ。あと、ダイキン SMC。ルネサスエレクトロニクス、国際定石、近鉄、シマノ、東急、大林組。大手ゼネコン出ますね。カジマ、横、阪和工業かな。安藤狭間、三井住友建設、GMO、ペイメントゲートウェイか。GMOPG は注目ですね。ちょっと値噂ですけど。で、DNC、ケネディクス、ウェルビー、ヘンジか。ロート、東和薬品、エンジャパン、ミルボン、東海カーボン、JFE、マルチ観光、三井金、三菱マテリアル、同和、リンナイ、エバラ、CKD、日本信号、ピアズ、サイババーズ。新しい銘柄ですか。ライフネット、ヤマハツ、シチズン、タカラトミー、突破印刷、帝王市、スターツ、GMO 本体、高松、コンストラクション、カネカ、アドベンチャーとかちょっと全然、まあいいや、タパイロット、サンリオ、オバラ、アインサイド、USS、注目どころ、ちょっとあんまりこの中でパッと思いつかないんで、小型から参話したいんですが、あんまりないかもしれない。まあ GMPG、まあいいですね。Winx、まあそこら辺の、無人レジ関連とか、キャッシュレス関連とか、その辺はやっぱりちょっと注目してあげたいですかね。GMO クラウドとかもありますね。3788あたりも
ありかなと。サイバーコムとかね、3850。その辺かな。と、ユーザーベース、なんか良かったり悪かったりなんで、難しいんですけどね。ユーザーベースかな、今回。あと、シェアテック。3989。そうですね。ユーザーベースかな。どうなんだろう。ちょっと真剣に手元で今チャートを見てますけど。ユーザーベース買いやすいかな、比較的。で、くっそほど赤字なんですよね。第3クォーターのところまでくっそほど赤字なんで、まあ、今期、まあ、赤字見通しってところ、多分、期初に、期初というか、期末、前期末の決算発表したところで結構売られたんだったと思いましたけど、っていうところなんで、本決算ですんで、来期の見通し、まあ、さすがに赤字幅改善されるぜっていうところを確認できれば、なかなかいいんじゃないかなと思ったりしてるんですが、いかがでしょうか。ユーザーベース、3966ですかね。あと3769、あとピンクス3784、3784。これもまあまあ買いやすい、ずいぶん安くなってきたところ、まああんまり目立たない感じになってきちゃったんで、まあ、相場の中心テーマじゃなくなったんですね。これも本決算ですん で今期まあまあ数字いいっていうところまでは確認できたん で第3クォーター発表ところで情報修正発表して急騰して、でそこから年明けちょっとなんかその水準に耐えきれなくなって戻してきてますんで、どうかな、ちょっとあんまり数字が、あんまり良くない見通しはあるかもしれないですね。だったら GMPG の方がいいのかもしれないっていう気がちょっとしちゃってます今。ただ7350円なんでちょっと高いんでね。あと GMO クラウド、その辺の方がやりやすいかも。こちらも本決算になっちゃいますけど、現役、一応第3クォーターどころ現役、営業利益、経常現役でした。で、今期着地は営業利益で 10% 増益の見通しなんですね。まあ、で、そんなになんか、まあ、第4クォーターで結構稼ぐ企業ですけど、で本決算で、あとは結局来期じゃ今期の見通しなんで、今期。そんなに良くない数字で着地したとしても、まあ結構期待できる気はするんですね。だから、まあユーザーベースで行きたいですね。という12日、13日。企業物価指数が朝発表です。海外は1月の、アメリカ CPI が22時半です。ペプシコと AIG 決算発表あります。国内決算発表、アサヒ。これは、アサヒ、なんだこれ。何の朝日だろう、多分ビールじゃないと思います。多分全然わかんないけど、そして朝日、あのビールの朝日って朝日グループって書きそうな気がするんで、あ、朝日、あ、ビールの朝日ですね、失礼しました。あとダイハウス、ユニチャーム、日産自動車、楽天、 JXTG、 サントリービバ、住友不動産、日本ペイント、日清坊、クラレ、大王製紙、ピジョン、東和高専、メニコン、日報、共和育種、日記、タカラ、コカ・コーラ、ボトラード、ジャパン、マクドナルド、日本マクドナルド、マツキヨ、オイシックスラ第一、スカイホールディングスか、ネクソン、北越コーポレーション、ラクス、昭和電工、エアウォーター、大川工業、電通、スペースマーケティング、ソーセー、ペプチド、この辺がさ、ソーセーとかペプチドリームとか、ね、ヘリオスとかなんかいろいろ、おーって感じがありますね。それ以上。バイオベンチャーがいろいろ出てきます。あと、サイボーズね。まあ、とりあえず注目は注目ですね。で、あと、ライオン、タカラバイオ、アース製薬、メドピア、THK、アルバック、
SBI インシュランス、ネットワン、バイセル、東宝、三菱 UFJ リース、ソニーフィナンシャル、京急線路、サムコ、札幌、トリドール、ベース、ジャストシステム。ベースとか使ってる人結構多いですよね。なんかちょっとしたなんかこのインフルエンサーとかでなんかもの、こうデザインとかする人ね。ジャストシステム、ウェルビー、コスモエネルギー、マブチ、マブチモーター、 HPC システムス。サイボーズ注目するとして、あと小型もうちょっと見たいですね。なんだろうな、あんまないか、あんまりないな、いいの。どうしよう、ビリングシステム3623、ビリングシステム、これも本決算なんですよね。本決算多いな。 74% 減益なんですね、ビリングシステムが、第3クォーターのところで。で、今期、まあ営業利益で、で、営業利益、今期着地 58.6% 減益になるっていうところなんですが、まあそこで一旦、まあでも、いやー、ここまで下落してきた中で、ちょっともう一発を見たいなっていう感じで、ビリングシステム、まあ反発狙いですけどね、今期の見通し。が非常にいいことを期待したい。あと CRI ミドルウェアあたり3698とか、まあでも決算でっていうよりか、なんかとこう提携してみたいなところでね、爆発しやすいんで、ここで買うやつかなっていう感じはあるんですけど、確かにね、 FFRI とかその辺、オルトプラスとかちょっと荒っぽいですけどですかね。あとダブルスタンダード3925、この辺かな。ダブスタ4335円、第3クォーターの決算表になりますね。今期上期までが営業利益で 7.9% 増益で、通期で 27% 増益の見通しなんで、ここから巻き上げるというところ展開を期待したいのですが、株価はそこまで期待がないみたいなんで、ちょっとここで変えたらなっていうのありますね。ブロードバンドセキュリティとか4398、もいいかなと思ってます。上期の決算表になりますね。前期はマイナスでしたね。赤字でした。結構いい見通しなんで、今期ね、100% 超える感じなんで、まあ、そこの辺も期待しつつですね。あと、サイボーズ4776。先ほどお伝えしましたが、今日の引け後で特損の発表、特損の発生が発表されてます。キントーンですね。話題のキントーンのところ特損出るってことなんで、一旦売られるかもしれないですね、今日ね。っていうところから思うとどうなのかな。月次の売り上げで結構左右されたりとか、あと株価チャート見ちゃうと、ここ最近1月の上がり方何なのみたいな感じなんですけど、そして一旦その週明け売りをこなして、で週末もう一回買いに行くっていうのはありかもしれないですね。そんなサイボーズ、そんなもんかな。ネットワンとかもいいかも。アルファポリス、エニッシュ、本決算だ。ちょっと怖いな。ジャストシステム。ね、話題の。あたり。で、いかがでしょうか。はい。ということで、その辺注目していただくと、あ、違う、まだ週末じゃないや。13、まだ木曜日でした。金曜日、週末、長い。すいません、長くなっちゃって。
ケザペ、リクルート、日本郵政、ゆうちょ、かんぽ、東京会場、まあ、保険いろいろ出てきますね。MS&AD、あと大塚、食品の方の大塚、お食、まあ、いいのか。大塚製薬のほか、久保田、キリン、大生命、東芝、東洋タイヤ、DIC、大日本インキですね。DMG 森石、国翼、光通信、住友ベークライト、横浜ゴム、東映 GNI、パーソル、グリコ、山崎パン、インフォマート、SRE、オープンハウス、帝国繊維、ロードスターキャピタル、アルベルト、リビングテクノロジーでしたっけ、ちょっと忘れちゃったな。リビンティ、チャットワーク、ギフティ、アイクロス、フリー、メドレー、沢井製薬、ポーラオルビス、イデミツ興産、日記層、堀場製作所、ブランディングでした、ね、サイバーダイン、MTG、アシックス、イオンフィナンシャルサービス、T&D、上組でしたっけ、アサヒインテック、パーク社、カオナビ、GB ホールディングス、インク、INC か、アウトソーシング、ランディックス、この辺なんかちょっとよく知らない最近の銘柄が多いですね。ユニツホールディングス、PSOL って何ですかね。なんだろうこれ。ちょっとよくわかんない。ウィルズ、ランサーズ、ユナイト&グロー。何ですかこれ。ユナイト&グローか。ユニバーサル、インテ M。何でしょうかインテ M とは。インテ M って何だろう。まあいいや。カーメイト、ソンポホールディングスということ。で、あと、海外交流、アメリカ交流売上高、鉱工業生産、企業在庫発表になりまして、あと、米中の第一段階の合意の正式発行予定となっております。注目決算発表、小型のところ、なんかよくわかんない銘柄多かったんですけど、野村システム。とかね。まあ、買いやすい。銘柄なんで。セキュアベイルとかね、ちょっとやってみたいですけどね。どうしようかな。難しいな。こう好きな銘柄多いんですが、それがいいかどうかっていうのはまた別問題なんでね、今回。ホットリンクとか。まあ、これも買いやすいから、ね、いける方はちょっと試しにみたいな感じで買ってみてもいいかもしれないですね。間違えた。と、シンクロフード。比較的低位の株。あとは、ちょっとキャップ、どうでしょうかね。今回ね。第一クォーターになります。あとは、DI システム。なんかずっと低迷してますけどね。変かな。ちょっとこの日難しいですね。結構争うな銘柄が多くて、ここだっていう感じでちょっとならないですね。チエルとか、まあ上がってきてるか。まあでもいいんですけどね。それでね、前回良かったからもう一回なのか、期待高すぎちゃってるのか。あとはウルルとか変かな。ちょっとまた週末ね、木曜日あたりにまた時間あればこの辺は見ていきたいと思いますけど、そのあたり注目していただくとまあいいかなという感じです。クラウドワークス結構低迷してる面が多いですね、この辺ね。意外と、
勝負しに行ったらパーンと抜けるかもしれないですね。データセクションあたりかな。あともう超荒っぽい銘柄ですけど、オークファンとかありますんで。ああ、でも落ち着いてきてますね、最近ね。一時期なんかすげえ荒っぽい動き方するから。デイトレゼとかね、結構楽しかったでしょうけどね。そんな感じです、来週。ね。というところであります。ちょっと長くなりましたね。パッと行きましょう。今夜中2時半。もう最近夜中ばっかりで本当申し訳ないんですけど、マーケットの方見ましょう。ちょっと弱いですね、今日ね。ニューヨークダウン、リアルタイムでは 0.63% 下落、29,193.29ですね、ニューヨークダウン。ナスダックが 0.03% 小幅安、9,568.96ポイント、SP500 0.19% のマイナスです。あと、為替はリアルタイム、109円81銭、ギリギリ110円ちょっとの昨日乗って、今日はそこトライできずですね。あと、原油$50.65。なかなかちょっと戻せないですけど、この辺のちょっと踏ん張って、ね、また上がっていくのかどうなのかっていう感じです。日経平均先物、23,750円までちょっと押されてますが、まあ、土日ありますんで、ね、挟んで、ちょっと動きづらい感じ。まあ、朝方、チルチルっと動いて、あと中国の動向を見て、で、その後多分、週明け月曜日、固着状態になっちゃうと思うんで、もう5場とかあんま動きなしみたいなね、今日みたいな感じになっちゃうと思いますんで、まあそこで仕込んどいて、休み明け、水曜日とかにうまく動ければいいかなという感じでしょうかね。ということで、ちょっと長くなりましたんで終わりたいと思います。以上、静かですけど、来週はこれを買えでした。